いつも釣れてていいですねってよく言われるんですが、いつも釣れるわけがない。もう本当にそれです。皆さんどうもこんにちは。ルアーチャンネルのルアちゃんです。今回はですね、釣りをやっている方なら、誰でも起こるスランプとかの話ですね。はい、釣りで、もしね、あの、釣れない時に、 のその日があるわけじゃないですかそういう日とかにじゃあどうするのかだから釣れない日の考え方とかあとはモチベーションをどうしているかを、えー、お話しさせていただきたいと思います釣りに行っているとよくね釣り場で一番僕ね言われるかもしれないっていうのがいつも釣れてていいですねって言われるんですよあとはよく釣っていいですねとか そあのねあの動画だとどうしてもその釣れているところをアップするので、えー、そうなんて言うんですか釣れているように見えるんですけどいつも釣れるわけがない絶対ないこれはもうプロの方でも同じだと思いますもう,もう絶対行ってそんな毎日毎日毎回毎回釣れるわけがないんですよ でじゃあなんで連れてるように見えるかって言ったらそれなりにやっぱ努力はしているんですよ。人が1ややっったら自分は2 3やっていくタイプなんですすねそ,のそれななりに通ってるんんですよいろんなことを犠牲にしてねでここで言ういろんなことを犠牲にしてって言ったら例えばどういうことになるかって言ったらやっぱり睡眠時間であったりとか食事時間を削ったりとかね夜寝るギリギリまで仕事終わりからやってみるとか朝 ね、出勤前とかに早めに起きてやってみるとかもとにかくいろんなことを犠牲にしてやっているわけなんですよ。まあそこまでするものかと思うんですけどね。はいあのー、まあ釣りをやっていたらねやっぱり釣れない時って必ず出てくると思うんですよ。スランプですよねいわば。釣れない日がやっぱりこう続いてくるじゃないですか。そうなってくると なんかこうやっててもああまた釣れないのか嫌だな嫌だなって思うような感じになってくる方もいると思うんですよあの要はモチベーションが下がってくる季節ですねそういうのも絶対出てくると思うんですよそういった時じゃあどうしたらいいのかってことなんですけど1回釣りから離れてみたりするといいと思いますあの無理に釣りばかりをする必要は僕はないと思っていていろんな趣味をこうなんて言うんですかまんべんなくやってみるといいと思います 一つのことを突き詰めていくってすごく大切なことだと思うし素晴らしいことだと思うんですねただ一方で同じことばっかりをずーっとやっぱりやっていると飽きてくるじゃないですかなので僕は子どもの時から釣りをずーっと今まで続けてこれたのはおそらくいろんな趣味をやっていたからかなと思うんですよ釣りをずーっと えー、釣りだけでこうやっているわけじゃなかったんですね。あの今でもそうなんですけど、えー、モータースポーツが僕は好きであったりしてよくその日本でいうとスーパー GT 見たりとかあとは、えー、海外でいうところのナスカーが好きであったりとかあとはあのインリカーですねああいうのが好きであったり F1 が好きであったりとか。で えー、他の趣味でいうと戦闘機を取りに行くのが好きなんですねあの取りに最近は行ってないんですけど見に行くのも好きなんですよ,よくあの鏡原に行ったりとかその航空ショーがあったら各地の航空ショー行ってブルーインパルス見たりとかねそういうすごく好きなんですよそういうのが。サバイバルゲームが好きであったりとか車をいじったりバイクをいじったりするのが好きであったりとか。えー 前もチラッと見せたと思うんですけど、ホットイールをちょこちょこ集めたりするのが好きであったりとかね、ミニカーとかね。えー、ま、とにかくいろんなことが好きなんですよ。ラジコンしたりとか <laughs>、本当にね。なので、多趣味なんですよ。だから、その、釣りで僕が釣れない時っていうのは、他の趣味をやってみる。他の趣味をやって、その、なんて言うんですか、釣りへのモチベーションも、その、切らさないようにも一応はしているんですよ。だから、 なんて言ううでしょうねこう釣れない時がずっと続いていくと無理に釣りのことばっかり考えているとやっぱり嫌になってくると思うんですよ。なので違うちょっとね釣りから離れてみるっていうのも一つだと思いますよ。あの釣りでよくあ,のあるのが釣れない時期がこう絶対来るわけじゃないですか誰にでも起こると思うんですよ。 でこう釣れない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 ってなってるじゃないですかで釣り動画を見るじゃないですかそうすると釣れている方の動画をこう見ていたりとかするとやっぱりそのあいいなと思う一方をどうしてもその何こんなに釣りやがってクソーと思ってそれがエスカレートするとアンチ行動につながったりすると思うんですねでまあアンチってその何て言うんですかもう。 一度やってしまったら、もう人生取り返しつかないことになってしまったりするんですよね。今は特にそうですよね。今の時代なんてもうね。あの簡単にね。誹謗中傷なんか訴えられてね。職がなくなったり、家庭が壊れたりとかね。本当にちょっとしたことで。 えー、壊れてしまったりとかするのでそうならない前に釣りからちょっと離れてみるっていうのもありなのかもしれないですね。自分の性格は自分が一番よく知っていると思うので一度離れれててみるっていうののももありなのかもしれなかしですねそのやっぱ釣れない時ってもう本当にね何やっても釣れないと思うのでちょっとその根を詰めすぎるとその。 ダメななののかなっていうのも感じます経験が長いとそういう釣れない季節どうしていたかって言ったら季節っていうか、まあ、釣れない時ね今日は釣れない明日釣れないとか次の日も釣れないとかって言って長いトンネルに入る時があるんですよそういった時ってちょっとねあの違う釣りをしてみたっていう時もあるんですよそうするとまたあの違ったその何て言うんですか経験が増えるので違う釣りをしてみるっていうのもありだと思います。 僕はそういったた感じでモチベーションを高めてましたもし仮にね今釣れないなと悩んでいる方がいるのであればだから他の趣味をしてみるっていうのもありかもしれないしもしねあの他の趣味がないっていうのであれば、えー、今やっている釣りから、えー、ちょっと違う釣りをやってみるっていうのも全然ありだと思いますよ。同じ釣りりりばっかりやっっかややてたらやっぱりそのねあのねあ 釣れない釣れないでなって飽きてくる飽きてくるってなって飽きって必ずどんなものにでも来ると思うんですよこれは釣りに限らずどんな趣味でも必ず飽きは来るんですよねでそこを乗り越えられるかどうかでまた違ってくるんですけどジンゴやっててずっと釣れない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 ってなったらもう釣れない飽きてしまうってなるかもしれないそうならないために釣れない釣れない釣れないであればちょっとじゃあ 違う釣りもしてみようかな例えばルアー釣りの方であったら餌釣りをしてみるとか。餌釣りの方であったらちょっと気分転換にルアー釣りやってみるとか。あるいはルアー釣りでも違うルアー釣りをやってみるとか。餌釣りだったら違う餌釣りをやってみるとか。そういった感じで僕はモチベーションを えー、保ってきたかなとずーっと考えてみるとそんな感じだったかなと思います。なので僕その動画ではこれアジング中心でやっているんですけど動画外のところではいろんな魚釣ってるんですよ。もう本当にででかかいそのであったりとか あのちっちゃい魚だとこんなくらいの豆味とかねあるいはヘラブナやったりとかカセやったりイカダやったり投げ釣りやったりとかもうほんといろんなことやってるんですよイニングやったりとかね違う釣りをやってモチベーションを高めたりとかもしていますであまりねその釣り自体にちょっとね抵抗があるっていうのであればもうあの少しねあの 距離をを置いいいてて違ううこととやるっていうのも全然ありだと思いますよ例えばお子さんがいるのであればお子さんと思っきり遊んでみるとかご夫婦だと例えば奥さんと、えー、もう釣りのことは一切忘れて出かけてみるとかね旅行とかあるいはちょっとお買い物とかそういうのに出かけてみるとかねはいそういうのも全然ありだと思いますだから釣りを忘れるっていうのもあ,のありだと思いますその時はねだからあまりねあの 根詰めずにあのペースでねあの人と比べるものではないと思うので釣りをやっていてよくそのあの人がよく釣っているからツーって思うのはそれはもう当然誰でもあると思うんですよ。そういう気持ちは大切だとは思うんですよ負けない気持ちとかね。 あのモチ次のモチベーションにつながるのでねでも自分のの実力をまずは知るっていううも大切かなと思うんですよねその今自分が例えば見ている人っていうのは果たして本当に自分と同じレベルの人を見ているのかということが僕大切だと思っていて例えば陳謝の方がプロの方を見て「何クソ!」と思ってもそれはあのただの嫉妬でしかないわけじゃないですか。 ね、経験が違うのでね同じ経験の方同士をこうねあの自分と同じレベルぐらいの経験の方とこう比べるのであればその競争心が生まれるんだろうけども遥か先にだってはるか上の方と比べてもはるか上の方にはもうそれだけの経験値があるわけだから引き出しも多いわけですよね。 例えばこの始めたての方に引き出しが3あるならばもう10倍ぐらいあるかもしれないし自分がクソこの人はこんなに釣ってって思うけどその釣ってて思われている方と自分は果たして同じレベルなのかっていうのも考えることもちょっとあのは感じます素人の方がプロの方と比べだってそれは勝てるわけないんですからね <laughs> プロの方にはそれなりの経験であったり知識であったり引き出しがあるわけですからそう なのでそこを知ることっていうのは非常に大切かなと思います。今回はこんな感じで終わらせてもらいたいと思います。あの釣れない時は誰にでも必ずあるのであまり根詰めずにね人のことをねこう傷つけるような行為なんかもねあの釣れない時にせずに何て言うんですかこう,もう自分のペースでやっていけばいいと思いますよ。必ずねあの そういう時期って、釣れない時期っていうのは誰にでも訪れるのでね、心配することないです。あの時期が来たら抜けます、絶対に。ご視聴ありがとうございました。